アントン・チェーホフ作、陣在清役、下記。小雨模様のある秋の夕暮れだった。僕はあの時のことをはっきり覚えている。僕は父に連れられて、人の行き来の激しいモスクワのとある大通りにたたずんでいるうちに、 なんだかだんだん妙に気分が悪くなってきた。別にどこも痛まないくせに、変に足がガクガクして、言葉が喉元に使え、頭がぐったり横に傾く。この分だと、今にもぶったおれて気を失ってしまいそうなのだ。このまま入院騒ぎにでもなったとしたら、きっと病院の先生たちは、僕の掛け札に、 腹ぺこという病気の名を書き入れたに違いないもっともこれはお医者さんの教科書には載っていない病気なのだけれど歩道の上には僕と並んで父が立っている父は着古した夏街灯を羽織って白っぽい綿がはみ出した毛の帽子をかぶっている足にはダブダブな重いオーバーシューズを履いている 父はもともと見え坊な将分だから素足の上にじかにオーバーシューズを履いているのをよその人に見られるのが気になるらしく古い河家藩をすねの上までぐっと引っ張り上げた僕は父のしゃれた夏外套がボロボロになって汚れれば汚れるほど余計父が好きになるかわいそうな父は今からちょうど五か月前 都へ出てきて初期の口を探していたそれからの丸五ヶ月父は市内をテクテク歩いて仕事を頼んで回ったそして今日いよいよ往来に立って人様に物乞いをする決心をしたのだ僕たち二人が立っている真向かいに 飲食店という青い看板をかけた三階建ての家がある。僕は頭がぐったり後ろ横へ反り返っているものだから、嫌でも王でもその飲食店の赤赤と明かりのともった窓窓を見上げないわけにはいかない。その窓窓には大勢の人影がちらちらしている。オルガンの右側も見える。 油絵が2枚。それから釣りランプもたくさん見える。窓の1つをじっと見つめている。うちに僕はふと何やら白っぽい。シミに気がつく。そのシミはちっとも動かず、一面に暗い茶色をした。背景の上に四角い輪郭をくっきり浮き立たせている。僕は目を凝らしてじっと見つめる。すると。 そのシみが壁の白い張り紙だと分かってくる。張り紙には何か書いてあるが、何が書いてあるのか見えない。半時間ほど僕はその張り紙とにらめっこをする。その白さに僕の目は吸いつけられ、僕の脳みそは催眠術にかかったようになる。僕は読もうと力むが、 いくら力金でも駄目だとうとう得体の知れない病気が我が物顔に暴れ始める馬車の音が雷の音のように思われてくる往来に漂うムッとする匂いの中に僕は幾百幾千の違った匂いを嗅ぎ分ける僕の目には飲食店のランプや街灯の光が 目もくらむばかりの稲妻と映る。僕の五感はいつもの五倍も十倍も働き出す。そしてそれまで見えなかったものが見え始める。カッキと僕は張り紙の字を読む。不思議な言葉だ。僕はこの地上に万八年と三か月生きてきたのだが、今まで一度も。 ここんな言葉は聞いたことがなとはいい。たが何のことだろう飲食店の主人の名前かしらいやいや名前を書いた表札なら戸口にかけてあるのが普通で壁に貼ったりするはずがない「父ちゃんカキって何?」僕は顔を父の方に向けようと決みながらかすれた声で尋ねる。 けれども父には聞こえない。父はじっと人並みを見つめ行き交う人々を一人一人見送っているその目つきから僕は父が通行人に何か話しかけようとしているのがわかる「どうぞおめぐみを」というつらい言葉は重い奮闘のように父の震える唇に引っかかってどうしても飛び出さない。 一度なぞ父は通行人の一人を追って一足踏み出しその人の袖に触りさえしたところがその人が振り向くと父は「失礼しました」とひと言言ってヘドモドしながら後ずさりした「父ちゃんカキって何?」と僕は繰り返す「そういう生き物だよ海にいるな」 僕は途端にこの見たことのない海の生き物を心の中で描いてみる。それはきっと魚とエビのあいの子に違いない。そして海の生き物というからにはそれを使って香りの高い胡椒や月桂樹の葉を入れたとてもおいしい熱いスープだの軟骨を入れたやや酸っぱい肉のスープだのエビソースだの わさびを添えた冷やし料理などをこしらえるに違いない。僕はこの生き物を市場から運んできて、大急ぎできれいに洗い、大急ぎでお鍋の中に入れる光景をありありと思い浮かべる。大急ぎで、大急ぎで、みんな早く食べたがっているのだから、とっても食べたがっているのだから。料理場から焼き魚やエビスープのにおいが、 とにおってくるそのにおいが上あごや鼻の穴をくすぐってだんだん体じゅうにしみわたっていくのをぼくはかんじる。飲食店も、父も、あの白い張り紙もぼくの袖も、なにもかもこのにおいがする。あまり強くにおうものだからぼくはついかみはじめる。 噛んでごくりと飲み込むまるで僕の口の中に本当にあの海の生き物が一切れ入っているかのように「ああおいしいなあ」と思ったとたんに僕の足がガクンと曲がった僕は倒れないように父の袖をつかんで父のしっとりぬれた夏街灯にすがりつく父は体を震わせて 縮こまっている。寒いのだ。父ちゃん、カキって精進料理なのそれとも生臭料理なのと僕は尋ねる。生きたまま食べるのさ。と父が言う。亀のようにかたい殻をかぶっているんだよ。もっとも。 二枚の体がね。おいしい匂いは、とたんに僕の体をくすぐるのをやめ、幻、ま、は消えうせる。なんだ、そうなのか。おお、嫌だ、と僕はつぶやく。おお、嫌だ。それがカキというものだったのか。僕はカエルのような動物を思い浮かべる。 一匹のカエルが殻の中にうずくまってそこから大きなギラギラ光る二つの目を見張りながら気味の悪いあごをもぐもぐ動かしているそれから僕は殻をかぶりハサミを持ち両目をギラギラ輝かせつるつるした皮膚に覆われたこの生き物を市場から運んでくるありさまを心に描いてみる子供たちはみんな隠れる 料理女は気味悪そうに顔をしかめながら、その生き物のはさみをつかんで皿の上に乗せ食堂に運ぶ。大人の人たちがそれを取って食べる。生きたまま、目玉も歯も足もそろったやつを。その生き物は、キュウキュウ泣いて唇に噛みつこうともがく。僕は顔をしかめる。だが、 それなのになぜ僕の歯は一人でに噛み始めるのだろう。見るも嫌な恐ろしい動物ではないか。それなのに僕は食べる。味や匂いを考えまいとしながらガツガツ食べる。一匹目を平らげる。すると二匹目三匹目のギラギラ光る目が目に映る。僕はそれも食べる。しまいには ナプキンも皿も父のオーバーシューズもあの白い張り紙も食べる。目に入る限りのものを食べる。食べさえすれば僕の病気が治まるような気がするのだ。カキは目を向いてにらむ。見るのさえ嫌だ。カキのことを考えると僕はブルブル震えてくる。が僕は食べたい。 べ「かきをおくれよ僕にかきをおくれよ」という叫びが胸をついて出る僕は両手を前へ差し伸べる「どうぞおめぐみを旦那様」ちょうどその時うつろな喉を締めつけられたような父の声が聞こえる。 お恥ずかしいしだいですがどうもはや精も根もつき果てましたんで「カキをおくれよ」父の服のすそを引っ張りながら僕は叫ぶ「ほほうお前がカキを食うのかいこんな子どもが」そばで笑い声が聞こえる僕たちのまんまに 帽をかぶった二人の紳士が立って笑いながら僕の顔をのぞき込む「おいちびこお前がかきを食うのかねほんとかいこりゃおもしろいお前の食べっぷりを拝見しようかね?」誰かのがっしりした手が僕を赤あか,あかと明かりのともった飲食店へ引っ張っていったのを僕は覚えているすぐに大勢の人が 僕の周りに集まってさも物珍しそうに笑いさざめきながら僕を見守る僕はテーブルに座って何やらスベスベして塩辛い水っぽくてカビ臭いものを食べ始める自分が何を食べているか見ようともしなければ知ろうともしないで僕は噛まずにガツガツ食べる目を開けたが最後きっとギラギラ光る目玉や はさみやとがったはがみえるにちがいないそんなきがするのだぼくはふいになにかかたいものをかみはじめるガリガリっとおとがするハッハハハこのこはからまでくうぜとみんながわらうバカめそんなものがくえるかいそれから 僕が覚えているのは恐ろしい喉の渇きだ。ベッドに寝ていても胸やけと焼けつくような口の中の妙な味のために寝つくことができない。父は部屋を隅から隅へと歩きながらしきりに両手を振り回している。風邪をひいたらしいぞと父はつぶやく。頭がどうもそんな感じだ。 まるで頭の中に誰か座っているみたいだ。ひょっとするとこいつはわしがその今日何にも食べなかったせいかもしれん。実際わしはなんて妙ちきりんなバカ者だろう。あの旦那たちがカキの代金に怠米10ルーブルを払うのを。 この目で見ていながら何だってわしはそばによっていくらかでもちょっと貸してくださいと頼んでみる気にならなかったのだきっと貸してくれたろうに明け方近く僕はやっとうとうとしだしてハサミを持ったカエルの夢を見るカエルは 殻の中に座って目玉をギョロつかせる。昼頃、僕は喉が渇いて目を覚ます。目で父を探すと父は相変わらず歩きながら両手を振り回している。